はい、皆さんこんにちは、ニシーです。ではね、 YouTube の100人ハードル高いんじゃないかについてね、話したいと思います。まあね、僕はね、まあ、このチャンネル100人到達するまでにね、約ね2000本、1500とか2000本ぐらいね動画上げて、約2年でね100人超えたわけなんですけど、まあ前の動画でも言った通りね、自然体でやってきたんで、別に、まあ100人ね、まあ100人2年かかる人ってあんまりいないのかなっていうところはあるんですけどね。まあでも全然楽しかったですけどね。まあね、グッド鉄道チャンネルさんにね、登録者数が20人とか30人の時にね、マウント取られてですね、このチャンネルよりはいいとかね、そりゃそうでしょって、1万人あんたいるんだからっては思ったんですけどね。まあね、結果を出されてる方なんでね、もう負け犬の遠吠えしかないんですけど、それで確かね、グッド鉄道チャンネルさんボロクと言った動画があるんですよね。それでそれを動画投稿してですね、たかだかね、まあ1万人の登録者数がいるグッド鉄道チャンネルさんで、ね、わざわざ登録者数20人30人のチャンネルマウント取ってどうすんだみたいなねことをね、なんか結構ボロクソ言ったような気がするんですけどね。でその2日後か3日後ぐらいに、確かね、僕ライブやったんですよね。その時にグッドゲームチャンネルさんがね来てくれてですね、まあまさかね来てくれるとは思わなかったんですけど、本当にいい人ですね。結構ボロクソ言ったんじゃないかな、それでも来てくれて、でグッド鉄道チャンネルさんの方ですね、メロン鉄道じゃなくて、フルーツのね名前の人のコメントに、グッド鉄道チャンネルさんがね、あなたは一生許しますみたいなねコメント書いてたんで、まあ結構ね、グッド鉄道チャンネルとボロクソ言ったんで、もう来ないかなっていうのもあったんですけどね、まあ来てくれてですね、本当にいい方でね、いい方だったんでね。あとバスの運転手さんね、グッド鉄道チャンネルさんであるね鉄道 YouTuber さんをね批判して、バスの運転手さんのね、とあるねバスの運転手さんからコメント来て、こういう意見もありますよみたいな、なんか来たらしい、まさか来るとは思ってなかったらしいんですね。そのバスの運転手さんって結構有名な方みたいですね。それでなんかその返信されたコメントを見てからそのバスの運転手さんの YouTube の動画を見なくなったっていうのをね聞いたんで、意外とね、まあ確かグッド鉄道チャンネルさんはね、意外と鉄道他の鉄道の鉄道チャンネル見ないっては言ってたんでね、まあそういうこともあったんですけどね、まあ、本当にねいい人です。まあ本当にね師匠みたいなもんですからね。まあグッド鉄道チャンネルさんいなかったら多分やってなかったと思うんでね、こんなね電車でもやってなかったし、本当にねこう喋る攻略本代わりにね、使わせ動画を見てたんで、まあで100人のハードルは本当に楽しかったんでね、なんか100人、まあよくね奇跡的に400人超えましたけど、なんかハードル、100人いったらいいなとかそういう希望はあったんですけど、まあ、別に行かなかったらしゃあないかっていう、そういう感じなんで、ハードルはね100人って高いのか低いのか分かんないですけど、まあ低い方だとは思いますね、低い方だとは思うんですけどね。まあでもだからといってね辛かったとかもなかったですね、本当に楽しかったんでね。コメントしてくれる方に恵まれたっていうのはありますけどね、怪獣ヘンリーさんであったり、
黒星の映像道場さんだったりね、ウィル・クラークさんだったり、柏原神宮真由紀さんとか、今はもうユーザー名変わっちゃってますけどね、まあ、そういった方々はね、あとは今ね、流し京浜急行って、前は高浜鉄道さんでね、名前やユーザー名でやってましたけどね、まあ本当にね、恵まれてたんでね、あ、よかったかなって、その点はね、本当に、もう登録者数がね、50人とか60人の段階でも、本当によかったなと思いますね。うん、だから本当に、ハードル、まあね、増えればいいでしょうけどね、まあ、増えても増えなくても、どっちでもいいかなって。ヘルトショックを受けるっていうのもありますけどね、まあ、僕はそんなにショックは受けないですけどね、まあ増えても減ってもっていうのはね、そんなに気にならないかなっていうのは、まあ YouTube でね、いい思いをしたことがないっていうのがあるんで、グッド鉄道チャンネルさんみたいに、発車動画、前は5、6年前は発車動画上げたら1日2日で500回再生回るとかね、そういう美味しい経験というか、なんかそういういい時期を知らないんで、本当に最悪の時期、タレントの方とかね、芸能人の方とほぼスタートがね一緒だったんでね、もうどうしようもない状況でやってたんで、まあでもそのタイミングがね良かったのかなと思いますね。はい、ということでね、まあ、こんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。